ガーシンのピアノ協奏曲の、一部分ですけども、今日はですね、クラシック音楽聴いてみたいけど何から入ったらいいのやらという方向けの、動画を作成してみたいと思います。私が、動画作成を始めまして、結構その実際にそのなんか音楽演奏を勉強してる人向け、趣味で実際にやるよっていう人向けの動画が多いのかなと。ちょっとそのね、なかなかそういう人口がすごい多いかっていうと、縁遠い人もいますので、もうちょっと親しみやすい軽い内容で作ってみようかなと思います。クラシック入門で何から聞き始めたらいいかっていうことですけど、はっきり言って何でもいいですけど、ものすごく分かりやすく簡単にざっくりクラシック音楽大体こんな感じです。ものすごい短くまとめます。バロックっていうのがあります。バロック以前もありますけど、バロックから考えていただいて大丈夫です。バロック、バッハとかヘンデルいます。ヘンデル僕もそんな詳しくないです。演奏の機会もそこまで多いわけではないですね。はい、バロック、バッハっていうのがいます。バッハは、歴史上最も偉大な作曲家です。バッハ聞くといいかもしれないですね。作品いっぱいありますけど、どれでもいいです。で、古典派っていうのがあります。ベートーベン、モーツァルト、ハイドンの3人です。ハイドン僕大好きです。もうとても偉大な作曲家ですが、入門編としてはベートーベン、モーツァルトのこの2人でいいです。バッハ、ベートーベン、モーツァルト。で、次古典派はこの3人しかいないです。ハイドン、モーツァルト、ベートーベンで、ロマン派、ロマン派はいろいろいます。かなりいろいろいるんで、重要人物だけに絞ります。チャイコフスキー、ブラームス、他にもいますね。シューベルト、ドボザークとかブルックナーとかいるんですけど、とりあえず入門編としては、チャイコフスキー、ブラームス、この2人は一番ロマンを代表する作曲家と言って過言ではないですね。と、シューベルトちょこっと。シューベルトは古典派とロマン派のちょっと間にいるような、ロマン派の一番最初にいるような人ですけど、ザ・ロマン派っていうのはブラームスとチャイコフスキーで大丈夫です。で、ロマン派も後ろの方に差し掛かるといろんな作曲家が出てきまして、そう、重要人物としてはロマン派のちょっと後ろの方、フランスを代表する一番フランスの中で巨大な作曲家ですかね、ドビッシーって人います。ドビッシーと次いでラベルっていうのも巨人なんですけど、初めてこれフランス音楽ですね。ドビッシーで次にラベルぐらい押さえておくとまたいいかもしれない。で、そう。このロマン派で、このピアノ音楽っていうと、ショパン、そしてシューマンはオーケストラの曲とかもいっぱい優れたものありますけど、ピアノ曲多いですね。ピアノ曲といえば、ショパン、シューマン、どっちもロマン派の初期の人ですね。で、あとは誰？あと、この先は近現代になってくるわけですね。近現代の重要な作曲家はたくさんいますが、マーラー一人でいいです。まず最初に入門で押さえるのは。マーラー。そのあたりですかね。はい。バロック、バッハ、古典派、ハイドン、モーツァルト、ベートーベン。ハイドンはいいです。で、ロマン派。あえて少ない人数あげるなら、チャイコフスキー、ブラームス。で、ロマン派のちょっと後ろの方行くと、フランス音楽が初めて出てきまして、ドビッシー、プラスラベル。で、ロマン派の中の最初の方ですけど、ピアノ音楽といえば、ショパン。リストもいますね。
ピアノ音楽ですよね、リスト。で、シューマン、個人的に私大好きです。シューマン。ご覧ください。で、あともっと近現代になると、いろんな作曲家またいるんですけど、入門編としては、まあ、誰かあげろって言われたら、まあ、ラぐらいで大丈夫です。うん。あとは近現代もね、いっぱいいるんですよ。いっぱいいるんですけど、うん。そう、ラフマニノフってとても人気があってポピュラーですよね。まあ、もうちょっと近代に近いのを挙げておくと、もう一人、まあ、ラフマニノフ。うん。まあ、入門編としては、今挙げたあたりの名前から聞いてみると、良いかもしれないです。作品編は、また分けて、おすすめをお話ししてみたいと思います。ありがとうございました。